知ることでゲームがぬかっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。さて今回からの解説はぬかコーラ解説の総集編、題してぬかコーラ大全集です。ここまでで解説したぬかコーラの特徴を復習しつつ、現在までの作品に登場した全てのぬかコーラを徹底的に解説していきます。王道のぬかコーラを掘り下げたり、マニアックなぬかコーラを紹介したり、ぬかコーラマニアの皆様にとっては必見の内容となります。そしてこのシリーズにてぬかコーラの解説シリーズはひとまず終了となります。というわけで今回の解説でわかることは、王道のぬかコーラ、そして変わり種のぬかコーラの詳細です。王道のぬかコーラに関してはここまでの解説で散々お話ししておりますので不要かとも思いましたが、せっかくのぬかコーラ総まとめの動画となりますので復習の意味も兼ねて含めさせていただきました。そして変わり種も含めた今回の解説でお伝えするぬかコーラは、ぬかコーラ、ぬかコーラクアンタム、ぬかチェリー、チェリーぬかコーラ、クラシックぬかコーラ、フュージョンぬかコーラ、ぬかコーラワクチン、イエローぬかコーラですね。もしかすると初めて名前を聞くものもあるかもしれませんね。それでは早速始めていきましょう。ぬかコーラ大全集、王道と変わり種。ぬかコーラ、まずは定番商品から見ていきましょう。ぬかコーラは元祖にして最強と謳われるぬかコーラ社の大ヒット清涼飲料水です。2044年に誕生し、その後たったの数年でアメリカはもちろん世界中で愛されるようになりました。フォールアウト世界では最も有名な飲料水であり、一度は飲んでみたいフォールアウトの飲み物ランキングがあったとすれば間違いなく1位になるドリンクです。そしてもちろんぬかコーラはフォールアウトの全作品に登場します。現実世界のコカ・コーラとほとんど同じ原材料が使われており、初期デザインも完全にコカ・コーラでしたが、さすがにやりすぎと思ったのかフォールアウト4を境に現在皆さんが知るロケット型デザインに変更となりました。そしてロケット型になってからは売り上げもさらに伸びたそうです。核兵器を意味するニュークをもじったヌカという名称の通り、隠し味に放射性物質が使われており、さすがはフォールアウトという感じですね。元ネタとされたのは現実のアメリカで実際に売られたこともあるラジウム入りのエナジードリンク、ラジソールです。より詳しくはこちらの解説動画でどうぞ。2008年の E3 においては初期ボトルデザインのぬかコーラが実際に配られたりもしました。味は全く美味しくなかったようですが、こういったイベントはとても楽しいですよね。2008年はフォールアウト3が発売された年です。ちなみに E3 はエレクトロニックエンターテイメントエキスポの略称であり、アメリカのロサンゼルスで毎年開催される世界最大のコンピューターゲームイベントです。初開催の1995年以降毎年開かれているとても有名なイベントですね。なお1996年には日本の東京でも開催されました。ぬかコーラクアンタム。ぬかコーラクアンタムはぬかコーラ社が発明した放射性物質ストロンチウム90を使って開発されたぬかコーラです。2倍のカロリー、2倍の炭水化物、2倍のカフェイン、そして2倍のうまさ、ついでに放射線も2倍というキャッチコピーのもと発売されましたが、発売から数時間で最終戦争が勃発し、ほとんど流通しなかった伝説のぬかコーラです。こちらはフォールアウト3以降の全ての作品に登場します。これに使われた放射性物質ストロンチウム90はかなりヤバめの放射性物質で、開発の時点で54名ものテスターが死亡。死亡の他にも内臓被曝、内臓疾患、多臓器不全、臓器損傷、めまい、視覚障害、吐き気と、もはや核兵器と呼んで差し支えない威力を持ちました。これだけの凄まじい副作用があれば普通は販売しようと思いませんが、その裏には軍部と共同で新兵器を開発するプロジェクト、コバルト計画の存在がありました。ぬかコーラクアンタムはこのコバルト計画を隠蔽する隠れ蓑として作られたと言われています。
また当時新たなヌカコーラとして登場予定だったクアンタムはフォールアウト4の発売と同時に現実世界でも販売されました。2015年にジョーンズソーダ社によって商品化されたクアンタムはボトルの形状こそ再現できませんでしたが大きな話題を呼びました。クアンタムについてより詳しくはこちらの解説動画でどうぞ。ヌカチェリー。ヌカチェリーはヌカコーラ社が他社のレシピを丸々パクって発売した新商品です。元となった商品はメルルハバーストン社が販売していたメルルのチェリーソーダ、果汁 100% の地域限定チェリージュースとして売られていたものですね。登場したのはフォールアウト4以降です。ヌカコーラ社は同社を買収し、これにヌカコーラを混ぜ合わせ着色料を加えただけで販売しました。しかしテスト的な側面もあったのか、現状ではボストン市内とアパラチアでしか流通が確認されていません。海外でのチェリーフレーバーの人気は好きな人は好き、嫌いな人は嫌いとはっきり分かれているようで、そういった点を考えてまずはボストンやアパラチアで様子を見ていたのかもしれません。ゲーム的な都合という意見はご法度です。そして実はこのヌカチェリーはフォールアウト4の発売前のイベントで実際に配られたりもしていました。中身はただのサクランボ風味のコーラでしたが、こういったものがあるだけでなんだか興奮しますよね。チェリーヌカコーラ。チェリーヌカコーラはヌカチェリーとは似て非なるヌカコーラです。情報は全くと言っていいほどありませんが、これを発売したことでヌカコーラ社は経営が傾くほどの大損害を出しました。フォールアウト、タクティクスにのみ登場、もちろんヌカチェリーとは別物です。不評の原因はその味だったと言われていますが、そう考えるとボストンのヌカチェリー発売はかなりの挑戦だったようですね。しかし逆に考えれば、自社製品ではなくすでに売れているものをパクるという発想はヌカコーラ社なりの戦略だったのかもしれません。クラシックヌカコーラ。クラシックヌカコーラはチェリーヌカコーラでの大失敗を挽回するために発売されたヌカコーラです。原点に戻り、ボトルデザインも新調され、これによってなんとか経営を立て直しました。こちらもフォールアウト、タクティクスにのみ登場、こちらもヌカコーラとは一応別物です。フュージョンヌカコーラ。ここからは変わり種です。フュージョンコーラはフォールアウト世界に1本しか存在しない非常にレアなヌカコーラです。フォールアウト、タクティクスで言及されているヌカコーラ自販機の補充員をしていた男フィルが所持していた特殊なアイテムですね。濃縮されたさまざまなヌカコーラのエッセンスから作られていると言われています。その効果はストレングスプラス2、パーセプションプラス3、エンデュランスプラス5、カリスママイナス2、インテリジェンスマイナス2、アジリティプラス3と非常に高い効果を持っており、名称やフィルの仕事から考えても彼が知り得る全てのヌカコーラを混ぜ合わせたものと思われます。ただ彼や彼の身内が勝手に作った偽物である可能性もあります。しかし偽物にしては効果が高すぎますね。ちなみにフュージョンコーラは飲むことで確実に中毒症状が出るという効果も持ちます。どう作られたかはともかく、かなりヤバい代物であることは間違いありません。ヌカコーラワクチン。ヌカコーラワクチンはアパラチアで流行していたスコーチ病に対するワクチンとして開発されたヌカコーラです。通常のワクチン接種に懐疑的な入植者やリーダーをヌカコーラという外見で油断させ、確実にワクチンを接種させるというフォールアウト76の主人公と監督間の努力の結晶ですね。登場はもちろんフォールアウト76のみ。原材料は綺麗な水、ガラス、トウモロコシ、マットフルーツ、そして主人公の血です。フォールアウト76の主人公はすでに研究施設でスコーチ病のワクチンを接種しており、その血を混ぜることで実質的にワクチンの役割を果たさせたそうです。製造はアパラチアのカナーヌカコーラ工場で行われ、この時に作られたレシピには核物質は含まれないため放射能汚染の心配もありません。本物の工場でパッケージを含めて一から製造されているため、見た目だけは完全にヌカコーラそのものです。
ただいくら安全のためとはいえ、知らない間に他人の血を飲まされる人々にはちょっと同情します。このワクチンには一応アイテムとしての効果もあり、その効果は10分間スコーチからのダメージを 15% 軽減し、体力を回復するというものでした。ワクチンという名前ではありますが、スコーチからの攻撃にも強くなれるようですね。イエローヌカコーラ。イエローヌカコーラはかなりヤバいヌカコーラです。鮮やかな黄色と強烈な匂いが特徴で、ヌカコーラで狂ってしまった男が作ったヌカコーラです。原材料は強いて言えば水、飲むことで毒にかかります。私からはこれ以上は言えません。多分解説で出ていると思います。よろしくお願いいたします。というわけでヌカコーラ大全集その1は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。